院長先生に聞く、アニメでわかる小児歯科矯正。子どもの歯並びが気になるのですが、小児矯正で気をつけるポイントはありますか？私がお答えします。子どもの矯正は顎の骨の成長を利用し、症例等に即した矯正装置を用いることで、将来大人の歯が入るスペースを確保します。歯並びの悪さは多くの場合が永久歯の入るスペースがないことで起こります。そこで顎の骨の成長に合わせ、このスペースをコントロールしていくことで、正しく歯が入るスペースを作っていくのです。なるほど。顎の成長に合わせての治療となると、始めるタイミングが大事になってくるのでしょうか？その通りです。そもそも矯正が必要か、必要ならいつ始めるのがいいのか、その見極めがとても大事なポイントの一つになってきます。また歯並びは見た目だけの問題ではありません。噛み合わせが悪いことが原因で歯ぎしりをする子どももたくさんいます。その結果、慢性的な睡眠不足に陥ってしまったり、頭痛や肩こりの原因になることもあり、注意が必要です。子どもでもそんなことがあるのですか？はい。例えばうまく噛めないことで消化が悪く、胃腸が悪くなるお子さんもいます。つまり矯正治療とは見た目を改善させるだけではないのです。実際歯並びが良くなったことで瞬発力がついて足が速くなった、学校の成績が上がったということもあるのですよ。歯並びってとても大事なのですね。はい。それ以外にも次のようなことも注意を払う必要があります。口呼吸になっていないか、悪癖がついていないか、姿勢が悪くなっていないか、これらを総合的に見ていきながら矯正をしていくのです。よくわかりました。ちなみに治療費の支払いについてはどのような方法があるのですか？審判会社によるデンタルクレジットがございます。親御さんのご負担が少ない支払い方法をお選びいただければと思います。当院では見た目だけではなく、大切なお子さんの将来を見据えた総合的かつ安心な小児矯正ができるよう心がけております。お子さんの歯並びが気になる方はぜひお気軽にご相談ください。